スサビノリは、高層の牛毛ノリズナに属するアマノリ類の一種である。食用、養殖の対象として最も広く用いられている海藻であり、日本で養殖されるアマノリ類の大部分はスサビノリであるとされる。以前は、ポルフィラ族に分類されていたが、2011年にピロピア族に移され、さらに2020年に新族ネオピロピア族に移すことが提唱されている。 またこれに伴って和名としての天のり族に対応する学名も変更されている。本種は系統的には浅草のりに近縁である。養状態は卵形から長大円形。基部は絶形円形、または心臓形。大きさは普通5から 20x2 から8トルほどだが、時に5 0 x 2 0トルになる。品種であるならわすサビのりは、 さらに大きくなることがある。赤褐色をしており、基部は緑色がかることが多い。一細胞層からなり、未成熟部の厚さは25から53マイクロメートル。細胞は断面で高さが幅の約2倍ある。円片は前円で波打ち、時に列片に分かれる。顕微鏡的な虚子を描く。洋状態は晩秋から初春、北方では初夏まで見られる。 養状体の成長する水温は6摂氏16度、生理的な最適水温は15摂氏16度とされるが、成長するにつれて低くなる。基本的に死有同種であるが、死有異種の個体も存在する。生止能藩は養状体上部で縦斜めの島状、長さ0.5から 2cm、幅1から 3mm。生止能は64、または128個。 時に256個の不動性子を形成し、受精した作りかきは、普通16個の花酵子を形成する。花酵子は、柿殻など石灰質気質上で発が、先行して死状態を形成して、腰夏する。養状体の最適焦度は4000から7000ルクスで、あるが、死状態の最適焦度は800ルクスほどでありより、低焦度を好む。死状態は微小な分子状態であり。 秋に核放射能から空放射を放出する。市状態の生育温度は15摂氏24度であり、18摂氏21度で空放射放出が盛んになる。放出された空放射は岩礁などの器物に着生し、養状体を形成する。核放射の発芽の際に原数分裂が起こる。若い養状体は、円塩部で原放射を形成、放出し、 これが再び養状態に成長する無償生殖も行う。染色体数は N イコール3。エアゲノムのドラフト配列が公開されている。日本から朝鮮半島、中国、ロシアにかけての東、アジア太平洋岸に分布する。また、ヨーロッパや北米東岸からも報告があり、東アジアから帰化したものと考えられている。日本国内では北海道から 温州北部に自生する。タイプ産地は北海道函館市、住吉、また日本各地で広く養殖されている。自生個体は外海に面した波の強い岩礁域の長間帯上部から下部に生育し、岩、防波堤など人工護岸、他の海藻などの器物に着生している。1960年代までは自然に付着したアマノリを養殖することが行われていた。 そのような養殖においては、浅草のりが主であったが、少なくとも、東北や東京湾では、スサビのりも混在し、時に多かったことが報告されている。やがて人工採病が可能になると、スサビのりは、浅草のりに比べて病害に強いことや板のりにすると、黒く、艶があるため、広く利用されるようになった。1960年代後半、千葉県袖ヶ浦城奈良林の漁港で、 生殖細胞を形成しにくいため迅速に大きく成長するスサビノリの品種が発見された。このスサビノリの品種は、ナラワスサビノリ、学名、ネヘピーロピア・イエズウンシス・エフン・ラウィンシス、エノキクチアンドには、2020と名付けられ、全国的に用いられるようになった。現在では、日本においてノリ養殖のほとんどはスサビノリ、特にナラワスサビノリが用いられている。 またそれ以後も、品種改良により、スサビノリの様々な養殖品種が作出されている。1994年の段階では、日本で養殖されているアマノリ類の99%以上は、奈良はスサビノリであったとされる。しかしこのような遺伝的な確一化は、環境変異に対して脆弱性を招き、またノリの単価低下を克服するための付加価値が求められることから、 新たな養殖アマノリ類の研究も進められている。例えば、浅草のリの養殖復活が試みられており、またすさびのリと浅草のリの主観雑種起源の養殖品種である、アサグ雲も作出されている。近年では、地域ごとの野生のアマノリ類が新たな養殖対象として注目されている。アリアケカ海。海苔養殖用の支柱が多数建てられている。 平成29年度における日本のアマのり類年間生産量は約30万トン、70から80億枚に達する。主な生産地は松島湾、東京湾、伊勢湾、瀬戸内海、有明海などである。海苔養殖では3月頃から養状態が放出した花放子を直接、またはフリー子状態を細断して柿殻に植え付け、 貝殻死状態を作成する。フリー死状態は、下放死を発芽させて、貝殻なしの状態で維持されている糸状態であり、研究所や試験場では、様々な栽培品種が、フリー死状態の形で保存されている。香料や水温を調節して、貝殻死状態を培養し、夏の終わり頃に、確保死能を形成させる。やがて水槽に、 貝殻紙状態を伴う柿殻を設置し、低温にすることで数日で殻放射が放出されるため、この水槽に網をくぐらせることで殻放射を網に付着させる。また、貝殻紙状態を伴う柿殻をつけた網を海中に針、り、野外で殻放射を網に付着させることもある。細病は東北地方で8月中旬頃、その他の地域では9から10月頃に開始される。 再病した網を海に張っていく病死、そのまま養殖、または小さな段階で冷凍保存しておき適宜養殖を再開する。養殖は浅い日型などで支柱に網を固定する支柱式と水深が深い場所で水面に浮かべた枠に網を張る浮き流し式がある。また網は調積に応じて間湿させる場合と水面で養殖を続ける場合がある。間質させることで病気を抑え、 微細胞の付着や他の階層の混入を避けることができる。また間出することで原放湿を多く放出し、二次目を多く形成する。採病から30日から40日ほどで養状体は10から15センチメートルになり、適彩対象になる。適彩期は11月上旬から4月くらいまで。適彩には船に備えられた適彩機が用いられ、一つの網から7から10日間隔で、 4から5回適彩される。板のり適彩されたスサビのりは水洗後に細かく裁断され、これを一定量ずつスノコ状にすき乾燥させることでその日のうちに板のりが完成する。古くは首相機天日乾燥であったが、現在ではほとんど機械化されている。また生のまま販売される例や抽出物を利用する例もある。日本では、 ビタノリとした甘ノリが様々な料理に利用されている。特におにぎりや素手がよく知られ、他にものり弁当や茶漬け、ざるそば、海苔せんべい、磯そ餅などがある。本種は、ポルフィラ属の一種として記載されたが、その後マノリ類の分類再編成に伴った属が変更され、2020年現在では、ネヘピーロピア・エズウンシスとされる。DNA を用いた研究から、 すさびのりとされている種の中には複数の種が存在することが示されている。ただしこれらの種は形態的には区別できない。これらの隠蔽種は同所的にも生育しており、同じ岩に2つの隠蔽種が混成していることもある。ありがとうございます。